Good evening, folks. Once again, I am the Master of Ceremonies, the King of Kings, Diamondo. Do not adjust your page. What you are seeing is a special stream of Sword Art Online Holo Realization with a rather unique twist. There is no English text. This is all done in Japanese. A while ago, I bought this version off of PlayAsia because it was on sale. By the time it came in, I realized there's no English text on it. I mean, wow. That was a mistake on my part, but at the same time, I just want to stream this tonight just so I can see what it's like. So, just so you know, during some of the text part, I am going to slow down on pressing A on it just so I can check out the how it translates onto my phone. You're not going to see it, but if you have a translator on your phone or on your browser, you should be able to understand what they're saying. Anyway, let's give this experiment a whirl, shall we?
一緒に行こうか。分かったぜ。一緒に行こう。一緒に行きます。行くぞ。こんなもんかね。行くぞ。こんなもんね。回復するね。一緒に行こうよ。戦闘開始ね。こんなものかしら。分かった。戦闘開始。分かった。戦闘開始。回復するね。俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。のっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのに、ずんずん突き進むからですよ。いっぱいでレベル上げなんてできたもんじゃないんだもの。それはそうですけど、どうしますか。大丈夫、倒せない相手じゃないよ。おお、頼もしい。それじゃ一丁やっちゃいますか。いい？ああ、行こう。
任せて。甘い。これで帰るよ。チャンス。
多少の無茶も見事な連携でカバーってね。お疲れ様。みんなハードな初陣になっちゃったな。本当に大変でした。いきなり全滅っていう可能性もありましたよ。でもリズの言う通り、気の知れた私たちだからこの新しいゲームでもうまく立ち回れたんだと思うよ。そりゃ長い付き合いだもの。みんなと SAO で出会ってからね。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。周りの景色とか。 SAO か。ソードアートオンライン、通称 SAO。 それは新世代ゲームハード、ナーブギア期待のソフトだった。ナーブギアは脳に直接信号を送ることができる今までにないゲームハードで、プレイヤーはあたかも自分がゲームの中に入り込むような体験をすることが可能となった。フルダイブと呼ばれるその技術と MMORPG というゲームジャンルの融合、 SAO は VRMMORPG の記念すべき第一弾として多くの人から注目を集めることとなる。開発者の茅場明彦はマスコミに対し、これはゲームであっても遊びではないと語っていて、そして正式サービス開始の当日、 SAO は茅場の言葉通りのものとなってしまう。茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。さらにゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳に発せられ、プレイヤーは本当の死を迎えてしまう。デスゲームと化した仮想空間から出る方法、それは100の階層から構成される浮遊城アインクラッドの完全攻略ただ一つ。ゲームに閉じ込められた1万人のゲームプレイヤー、そのプレイヤーたちは仮想空間を現実として捉え、生活し、戦い、仲間と苦楽を共にし、そして最終ステージである100層にて、茅場が扮していたヒースクリフを打ち倒した。こうしてプレイヤーだけでなく日本中を巻き込んだ事件は多くの犠牲を払い終焉を迎えた。でもここは SAO じゃない。今日からベータテストが始まった新作ゲーム、ソードアートオリジンだ。 SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台でしたけど、このゲームは違いますもんね。なあ、どこまでも広がる大地、アイングラウンドが今回俺たちの冒険する舞台だ。この世界でどんなことが待ち受けているのか、みんなで楽しんでいこうぜ。早く遊び尽くしたくてうずうずしている感じだね。まったく、根っからのゲーマーなんだから。そういえば、この後街で他の皆さんと待ち合わせしているんですよね。そろそろ時間なんじゃないですか。おっと、確かにそうだな。それじゃあ一旦街に戻ろうか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。
まあまあ、さあ行くわよ。あ、待ってくださいよ。私たちも行こう。あ、時間には間に合ったね。ここに戻ってくるまでに寄り道したい場所がいくつかあったけど我慢したからな。うん、偉い偉い。アスナ、 SAO で幾度も行動を共にしたフェンサーで最強ギルドである血明騎士団に副団長として所属していた。ギルドで起きた問題により俺は命の危険にさらされるも、そのことがきっかけで互いが相思相愛であることを知った。システム上での結婚を果たし、俺たちの関係は SAO をクリアした今でも続いている。甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱいあるんだから。確かにいろんなショップを覗いてみたくなるかも。そうでしょ、ちゃんと我慢しなさいよ。リズベット、 SAO では鍛冶屋として店を構えていて、俺を含む多くのプレイヤーが彼女の世話になった。いわゆるムードメーカーで冗談を言うことも多いけど、鍛冶にかける思いは真剣で、そんな彼女を俺たちは信頼している。これだけ大きな町ですとはぐれちゃったら大変ですよね。町並みに目を奪われて皆さんを見失わないようにしないと。シリカ、 SAO でモンスターに襲われていた彼女を助けたのが最初の出会いだった。SAO では珍しいビーストテイマーで、連れ添っているフェザーリドラのピナは彼女のかけがえのない大親友だ。そのピナが一度命を落としてしまい、彼女と共にピナを救い出したことがきっかけで仲間として今も一緒に過ごしている。それでは待ち合わせの場所に向かいましょうか。なあ、行こう。お、来た来た。やっほーみんな。悪い二人とも、ちょっと待たせちゃったか。大丈夫だ、俺とリーファッチも今来たところだからよ。クライン、 SAO で一番最初に知り合ったやつで、一言で言うとお調子者。でも風林火山というギルドでリーダーとして仲間を引っ張るなど、実際は芯の通った頼れる親友だ。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか。ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度簡単なもので済ませてきちゃった。というわけで今日のお夕飯はあまり期待しないでね。へいへい。リーファ、俺の妹で
本名はスグハという。実際はいとこで、訳あって俺はスグハの実母に育ててもらった。小さい頃から続けている剣道で全国レベルになるなど努力家なところがあり、俺よりもしっかりとした自慢の妹だ。くぅ、リーファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。いや、妹だから。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。あのな、もう茶化すの禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力で完食すっから。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？ああもちろん。誰かのために思いを込めて料理した方がきっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。アスナ、世界へ行かないでもらえますか。行ってないよ、全然行ってない。なにやってんだかこのカップルは。あらまあ、お、いたいた。よう、みんな、ここでも賑やかにやってるみてえだな。おお、エギル、今日は来られないんじゃなかったのか。エギル、 SAO では初期から共に戦ってきた戦友で、彼が商売としていたアイテム買取屋には何度も足を運んだ。現実世界では奥さんと二人で喫茶店兼バーを営んでいて、俺たちもたまり場として使わせてもらっている。嫁さんが気を使ってくれてな、先に仕事を上がってきたんだ。ダイシーカフェのお仕事ですよね。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。じゃあ近いうちケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。エギルが来れたのは意外だったけど、今日ログインできるのはこれで全員か。うん、そうだね。それじゃみんな集まったところで早速フィールドに出ようか。よし、ガンガンモンスターを倒しまくってやるぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。SAO の時は助けてもらってばかりでしたから。私は町のショップを見て回りたいかも。早速装備の見直しか。そうじゃなくて、この町って SAO の始まりの町のまんまでしょ。なんていうか当時のことをいろいろ思い出しちゃって、鍛冶屋になるために走り回ったこととか、まるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って、胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて。ほ、ほんと SAO ではリズベット武具店のお世話になったな。ごまかしたわね。
さ、立ち話もいいけど、ゲームなんだからやっぱ遊ばなくちゃな。街を回るもよし、フィールドで戦闘するもよし、オリジンの世界を隅々まで楽しもう。Hey, I just need to make a little bit of a comment right now. So far, I was able to do a little translation, and so far, I think the story is a little more messed up than Dot Hack. I mean, seriously. A VR headset that you put over your head locks you into the game, and if you lose all your health, it shocks you to the point where you're basically dead. I mean, for crying out loud, what kind of sick bastard actually creates a device like this and goes under the name Heathcliff as some kind of final boss? I mean, what are you, some kind of bad old putty tat? Oh, I mean, good lord. Yeah, I was able to translate all that. Oh my goodness. Forget the translation problems. What the hell am I playing? Anyway, back to the game. Thank you.
武器屋に防具屋、プレイヤーだったら一度は世話になる店があるからな。適当に歩いてどんな店が並んでいるか見てみよう。やっぱ RPG といえば武器が大事だよな。まずはお使い系クエストで資金を貯めて武器を数ランク上げてから戦いに出るってプレイヤーもいる。俺も SAO の時はまず強い武器を手に入れることから始めたからな。じゃあお店を覗いてみましょうか。ああ、いらっしゃい。武器を見せてもらいますね。どうぞご覧になってください。再建は、お客さん、それならこちらにございますよ。他にも何かあればお申し付けください。はい、ありがとうございます。どれどれ、あ、見たことのあるラインナップも並んでるよ。やっぱ SAO のデータを移植しているからだろうね。どうしたの？いや、店員の子が気になって。気になる？ちょっと、それってどういう意味？だが、違う、そういうことじゃなくて、なんていうか、アースナとのやり取りが自然だったと思ってさ。 NPC ってあまり会話のパターンが豊富じゃないだろ。言われてみれば特に意識せず普通に話をしてたかも。NPC が SAO の時より進化しているってことなのかな。そうかもしれないな。さあ、それよりも他のお店もいろいろ見て回ろう。
いらっしゃい。するんだな。ありがとうな。芝生の上で寝転んだら気持ちよさそうだな。君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。なんかそれってひどくないか。けど気
見るのって好きなんだ。時々ここで一緒に日向ぼっこしながら休もっか。まあけどアスナって寝たら起きないからな。それって SAO の時のこと言ってる？普段はあんな風に寝続けたりしないんだからね。わかってるって冗談だよ。さあ散歩の続きをしようぜ。
不要なんだろうけど、カフェとかがあるのっていいよね。普通の MMO は会話するにしても町やフィールドに突っ立って話をするからな。まあそれが MMO らしさだっていう気もするけど。もうそういうことじゃないよ。ん？こういう場所があればちょっとした時間でも君とデートできるなってこと。ああ確かにそうかな。顔が赤いですぞ。そういうアスナだって赤くなってるぞ。デートスポットがあるか見て回ろう。おい待てってば。最初に降り立つ場所、そしてデスゲームを宣告された場所。でもそこから先へ踏み出したことでみんなと出会うこともできた。先へ踏み出す、はあ、うん、そうだね。オリジンではどんな楽しいことが起きるか体感していこうぜ。商売のネタになりそうなご一行様を発見だ。よう、町の中を観光か？お、アルゴ。SAO の時から情報屋として有名で、売れる情報は何でも売る姿勢はある意味恐れられていた。しかし彼女の情報によって、俺を含めた多くのプレイヤーが助けられたことは間違いない。結局このゲームをやるかどうか答えを聞けないままだったからな。いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。
けど、どうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。しれっと適当なこと言うなって。とはいえ来てくれて嬉しいよ。情報やアルゴがいるといないとじゃゲームの難易度が大きく変わってくるからな。うんうん、このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはさておき、何をしているところだ。街のいろんなところを見つつ、そろそろフィールドに出ようかなってところだよ。それなら俺っちがクエストの情報を教えてやるから、やってみたらどうだ。もうクエストの情報を集めているんですか。ゲーム開始から数時間が経過しているんだから、驚くようなことじゃないよ。数時間しか経過していないですよ。相変わらずの収集スピードですね。この商売に速さは欠かせない要素だからな。今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。そういうことならお言葉に甘えないとな。じゃあ、うん、ありがとうアルゴさん。これくらいどうってことないって。情報提供はいつでも受け付けているから、何か面白いことがあったら教えてくれよな。任せてください。Thank you.
No!
決めるよ。一緒に行こうよ。
決めるよ。
So yeah, that's Sword Art Online Hollow Realization in a nutshell. In a way, it does remind me a bit of Phantasy Star Online from the Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, and the original Xbox. But it's got a different charm to it, that's what I can say. I'm going to put up a poll later on my YouTube page asking if I should continue streaming this game. On our next run, it's going to be another game. Most likely it's either Sword of the Vagrant, maybe Return to Disgaea 7, or Dragon Quest Monsters Dark Prince. I mean, we haven't played that in a long time. Oh boy, we have a lot of games to go through, even going back to Pikmin 2, without a doubt. Well, until next time, stay safe, stay healthy.